早かったな。早かった。先走っちゃった。カメラ回る前からしょっちゃったから、途切れてるな、きっと。はい、やり直し。はい、どうも、KTC 放送局の店長です。こんばんは。はい。ね、今日はですね、皆さんお待ちかねのですね、ガテン系の話、パート3と言いますね。ちょっとかっこよく言うと、ガテン系の話、パーティーですね。うん。ガテン系の話、パー3かな。うん、まあいいや。で、今回の話は、まあタイトルはちょっとどういう風にしてるかわかんないですけども、今までいろんな現場、まあいろんなそのガテン系のワークをね、やってきて、まあその職種っていうか、まあなんだろうな、作業の、ね、内容にかかわらず、嫌だった現場、うん、健太店長式最悪だった現場ランキング的なランキングって俺いつも言うけどね、俺ランキング方式でしたことほとんどないよね。うん。適当に箇条書きみたいな感じでポッポッポッって上げてるだけなんで、ランキングではないんですけど、ワースト現場集にしようか。タイトル、なんとなく。うん、健太店長式ワースト現場集。はい。拍手。今これ画面の前で一緒に拍手してる人はね、多分人生ハッピーエンドになりますよ。うん。いい人。はい。で、どんな感じかっていうと、嫌な現場ね、多いっすよ。うん。やっぱね、その現場仕事、建築現場とかって、イレギュラーのね、宝庫。うん、というか、イレギュラー祭りみたいな感じで、もう本当に。うん。イレギュラーの宴っていうか、もう、本当に宝石箱っすよ。もう、ほぼほぼ、2日に一遍ぐらい、まあ、イレギュラー、何かしらのイレギュラーはある。うん。そう。建築現場はね、ほんとイレギュラーが多くて、そのイレギュラーに対しての対応能力がね、すごい求められるんですね。っていうのは、なんだろう、当初の、ね、予定通り進まないんですよ、やっぱり。いろんな仕事っていうか、職人さんが入るから、まあ、足場だったりとかね、基礎、土間、ね、土間系の、その、打ったりするとことか、外装だったりとかさ、植木屋さんとか、電気屋さんだったりとか、もうほんといろんなね、職業、職人さんが、入り乱れるので、で、まあ現場監督もね、の良し悪しもあるんですけども、まあ後期が、ね、計画書通りっていうか、予定通り進むとこってなかなかないんですよ。やっぱ天候にも左右されますから。そうなるとやっぱね、いろんなイレギュラーが発生するんですね。うん。なんで、思ったよりか、今日はこんな感じかっていう風に思って行っても、うわーいっていうことが結構あるんですよ。うん、もう本当に、まあ、それが楽しいんですけどね、現場って。今日どんな現場だろうな、みたいな。うん。でね、僕がね、一番嫌だった現場がですね、僕ね、高所恐怖症なんですよ、俺。結構。というのも、まあ、スカイダイビングとかやっといて、お前何が高所恐怖症やねんって言うかもしれないですけど、俺ね、安全な高所は平気なんですよ。いくら高かろうが。例えば、絶対に死なないっていう保証がある高度100万メートルだったら全然怖くない。けど、例えば3階建て、4階建てぐらいでも、例えば柵のないところにね、命の危険がある高所はすごく苦手なんですよ、俺。ビビりだから。で、観覧車とかは平気なんだけど、マンションの外階段とかね、苦手なんですよ、俺。怖いから。落ちたら死ぬじゃないですか。うん。観覧車も落ちたら死ぬけど、なかなか落ちないでしょっていうとこは平気なんですけど、落ちるとこ可能性があるね、高所は苦手で、そう。ただね、建築現場だったりとか、その現場系って結構高いとこ登ることをね、やっぱシチュエーション的に多いんですよ。まあもちろんその職人さんの種類によるんですけど、僕がね、まだね、その頃は太陽光パネルとかそういう系の、に携わる仕事っていうか、なんかやった時があって、太陽光パネルって結構屋根の上とかについてるんですよね。まあ、もちろん平地、山のとことかね、斜面とかについたりとかね、普通にその辺のね、まあ、なんつうの、ほら、日当たりのいい場所に普通についてるのもあるんだけど、結構ね、そのビルの屋上とか、工場のね、屋上とかについてることが多くて、一回ね、某消防署のですね、屋上についてる太陽光パネルの、ちょっと、まあ、ちょちょっとする仕事があったんですね。うん。で、機械を持っていかなきゃいけないんですよ。それも、ちなみに5、60キロぐらいある機械なんですけど、で、建築途中の消防署だったんですよ。で、俺、資材搬入用のエレベーターがあると俺は思ってたんで、高くくぐってたんですよ。まあ、今日9階とか書いてあるけど余裕だろうと思って。まあまあいいやいいやつって。でも着いたら、なんかもう、こんなに作りかけっていうぐらいの作りかけだったんですよ。あれと思って。俺らの仕事ってほとんど出来上がってるところに行くんだろうなと思って。ただ、改修工事だったんですよ。建築現場っていうか、その消防署が。で、元のベースはできてんだけど、改修工事、大規模改修工事みたいな感じで、エレベーターとか一切使わせてくれなかったの。じゃあどうするって言ったら、これ外階段かっつって、外階段って見たら、外階段の柵がないんですよ、途中。あれーっつって、途中の外階段すげえなんか素朴な感じになってるけど大丈夫笑いっつって。いやでも上に行く経路ってあそこしかないって言われて。なぬっつって。あの柵のない外階段9階だよ。落ちたら即死だからね。いやいや、ちょっと待って、あれ登んのっつって。しかも5、60キロの機械背負っていかなきゃいけないんだよ。いやいや、ちょっとバランス崩したら死あるのみじゃないですかっつって。しょうがないよね。現場で一番ね、嫌われるっていうか、一番ダサいのは、いやいや、無理無理、できませんね。できませんっていうのめちゃくちゃかっこ悪いから、で、他の職人さんとかもね、見てるから、いや、これ無理っすよ、なんて言えないから、しょうがないですって。じゃあ、そっから登るかって、オッケーオッケーっつってね、言ったんだけど、まあもちろん途中まではね、全然普通に柵あるんだけど、途中ね、一箇所二箇所だけ柵がねえんだよ、なんか知らないけど。しょうがねえからさ、そこを下から支えてもらいながら、他のところを持ちながら、バランス崩さないのにそこ登っていくんだけど、マジ怖くて、それが。だって落ちたら死ぬからね、危険手当とか欲しいよね、っていうね。で、下に休憩中っていうか、タバコ一服した職人がさ、なんやお前、ここ登んのって言うから、登るしかないんですよ。上なんすもん、パネルが、つって。いやいや、途中危ないよ、そんなの背負っていくのって言うから、でもしょうがないっすよね、もうやるしかないっすよね、つって。大丈夫、死んじゃうんじゃないの、死んだら笑っちゃうよ、俺とかさ、みんなそんなラフな感じだから、はははなんて俺も余裕っすよとか言ってきながら、もう心の中でめっちゃもう心臓バクバクでしたよ、俺。でっけだから多分高いところ。そういう危ない高いところね。結果でもそこ結構3往復ぐらいする羽目だったんだけどね。登って一回、案外登り切っちゃうとね、そうでもないんだよね。だから怖かったですね、その尺がない現場っていうのは本当に。本当はダメなんだろうけどね、あれね。まあ昔のね、職場なんで、まあまあ今更言ってもって感じだけどね。これ怖かったですね。9階屋上へ階段。これ怖かった。そうやった。あとね、僕はね、建築業とか、職人さん系の仕事で、辛い要因の一つが、外仕事っていうところなんですよ。俺の中で。やっぱ、夏は暑くて、冬は寒いっていうね。で、寒い地域の現場の、特に真冬のね、雨の日、これ地獄ですよ。パート1、パート2でもちょっと話したんですけど、まあ、北関東、まだ北海道とかから比べたら全然平気なんですけど、北関東ね、まあ、それでもマイナスとかやっぱ行くね、山の付近の現場で2ヶ月ぐらいいたんですけど、真冬のね、朝から土砂降りだったの。地獄でしたね、本当にもう。前も言ったけど、結構高級系のカッパをね、装備してったんだけど、もう、やっぱもう、半日ぐらいやってるともうびしょびしょなんですよ、中まで。パンツも、靴下も、全部、下着から何からびちょびちょなの。もう染みてきちゃって、いくらカッパというともう限界があるから、そりゃそうっすよね。いくらね、消防服着てって、炎の中にずっとね、100時間いたら死ぬでしょ。それと同じで、やっぱ水もね、やっぱりね、脅威でね、いくらね、いいカッパといっても繊維の間をね、やっぱりね、ゆっくりゆっくり浸透してきてね、達するんですよね。カッパの下のその洋服に。で、それが時間が経つとどんどん染みてきて、やっぱりインナーに染みて、最終的に、下着に染みて、もう皮膚までびちょびちょですよ。もう寒くて、寒い通り越して痛いんですよ、全身がもう。全身がとにかく痛い、本当に。で、もう、とにかくね、もう前も言ったけど、手がかじかんじゃって、かじかんじゃどころじゃなくて、もうまるでこっから先の感覚がなくて、もうドライバーもこう持って、逆の手でこう押さえて、肩でこう回す感じ、手が動かないから一切。肩でもドライバー回す感じですよね。で、もうネジとかワッシャーとか落っことしたら最悪ですよ、もう。一回もうさ、そのクソ寒くて手がガチガチでも動かないときに、もう、替えのないネジとかあるんですよ。替えがいくらでも効くネジとかあったらいいんだけど、替えが効かないネジとかね、そのワッシャーとか、ワッシャーってなんかなんていうかな、ネジと物の隙間に挟むなんていうのかな、まあ、ワッシャーで調べればググれこれってね、まあそれを落っことしちゃったんですよね。よく落っことすんだけど、その時は、もう下にすげえでけえ、すげえ深え水たまりがあったんですよ。で、おでいもう濁っちゃって何も見えないような、汚ねえさ、おでい泥水。そこにさ、落っことしちゃいけないさ、もう大事なネジをさ、バラバラバラって、あーって言って、でも替えが効かないからもう拾うしかないんですよ。とてもじゃない、ホームセンターなんか買いに行けないし、距離的に。いや、これも探すしかねえっすね。もうこんなちっちゃいさ、豆粒みたいなネジをさ、そっからのスケールで言うと、あれだよね。どれぐらいかな。どれぐらいって言えばいいのかな。1000倍ぐらいある白い水たまりのすんげえ深いさ、もう、みたいなとこからもう探すんだけど、見つかんないし、痛えし、もう最悪だよ、本当に。で、爪の間に土がいっぱい入っちゃってさ、もう本当地獄だった、あれもう探すのに。最終的にどうしたかっていうと、もう見つかんないから、どうしようもないから、もう必死に大きいので、水たまりをどんどん水を捨てて、まあ、降り注いでくるから、雨が。大して、焼け石に水なんだけど、ちょっとずつ水減らしてね、なんとかちょっと傘を減らすときに引っかかってましたよ。うん。もう地獄だね、そうなっちゃうと、本当に。で、雨はね、ほんと最悪。真冬の雨。で、もう中身はびちょびちょだから、作業終わった後に、まあ、一番近いホームセンター行って、ホームセンターの、なんていうの、職人さん系の洋服、インナーとかさ、アウターとかいっぱい売ってるとこあるじゃないですか。あそこで、買うんですよ。インナー、靴下、パンツ、ね。で、お金に余裕があれば、俺、よくパジャマセット、スウェットとかって売ってるんですよね。そういうホームセンターの、工事、作業現場のとこね。それを買って、すいません、ちょっともうびしょびしょなんで、ちょっと着替えさせてもらっていいですかっつって、試着コーナーで着替えさせてもらうっていう。あとトイレ使って着替えるっていう。うん、よくやってましたね。結局働きに行ってね、半分ぐらいその着替えでお金出てきちゃうんだよね。飯とその着替えで。ね、そんな感じ。天候は本当に嫌でしたね。だから雨の人が、うわー、これあさって台風来るやんっていう、台風か、でも後期遅らせるわけいかんしなっていう、もうやるしかないよっていう時とか、本当に嫌だった。うん。ね、本当に嫌だったよ。で、今こうカンペ読んでんだけど、最近忘れちゃうからカンペ読んでるんですよね。カンペ。過剰書きしてるんですけど。そうか、仮設トイレね。仮設トイレがね、またね、夏が地獄絵図なんですよ、もう、本当に。工事現場の仮設トイレ。臭い。汚い。もうね、地獄絵図ですよ。うん。ご飯中の方とかいるかもしれないで、あんまりそこ深く言わないんですけど、とにかく地獄絵図になってます。うん。もう、本当にね、いくらお腹痛くても我慢しちゃうぐらい嫌だ。夏は。本当に。最悪の状態だね、仮設トイレ。仮設トイレもすごい本当に嫌ですね。あとね、虫。これ仮設トイレの夏にもつながるんですけど、虫。建築現場とか、そういう作業系で嫌なの、虫。虫が嫌だ。俺ね、普段虫めっちゃ嫌いなんですよ。もう、昔は平気だったんだけど、最近すごい虫がダメで。ただ仕事中ってやっぱね、周りの目もあるし、もうとにかくやらないとっていけない、なんか変なテンションがあるんで、ある程度ね、普段よりか虫は平気なんですよ。普段絶対殺せない虫とかも全然手でバーンって殺せちゃうぐらいの、やっぱ、ね、切羽詰まってる時とかあるから、それでもね、ゲジゲジとかね、マジで嫌だね、あれはね、本当に。太陽光パネル関係の仕事をやってると、山とか行くんですよ。で、山の太陽光パネルって、ほんとやぶみたいなとことか、下がもう、なんていうの、もじゃもじゃに草が生えたとことかにさ、行くわけですね。で、その下の機械を交換したりとか、なんかいろいろメンテやったりとか、そういうとこもやってたんですよね、仕事で。で、その太陽光パネルの下ってね、もう無法地帯なんですよ、正直。綺麗なとこ以外。ちゃんと手入れされてないとこって、無法地帯になってて。雲の巣はすげえし、見たこともねえ虫いるし、ね、本当にもうなんか山奥とかってさ、なんじゃお前これ新種ちゃうんけこれっていう、もう本当に。これ、ファーブルだってこんなお前虫知らんぞっていう虫とかいるんですよ、本当に。ね。びっくりするぐらい変な虫とかいるからさ、なんかもう、ね、本当にでも、その下に入らなきゃいけないんですよ、どうしても。例えば、裏っかしにさ、ナットとかね、ネジとか止まってるんだけど、それ外すじゃないですか。なんか変な繭とかついてるの、繭。何の繭これみたいな。地球外生命体みたいなのが生まれてきそうなさ、なんか繭がくっついてて、カマキリなのかなんだかは知らないけど、いえ、これ、眉ぶった切んねえと、これ、回せねえじゃん、ラチェットみたいなところに眉があって、なんであんな嫌なところに眉つけんのあいつら。ドイツら。ドイツかどこのね、ドイツか知らんけど、すげえやらしいところに眉つけるのよ。なんでもう少しずらしてくれないのっていう。なんでそのラチェット入れるとことかさ、なんでモンキーかますところにさ、眉作んのっていう。作りやすいんでしょうね。わかるけどさ、っていう。でももうどっしり構えた雲とかね。俺絶対どかねえぞみたいな。いや、そこのネジ超外してってとこに、いや、俺絶対どかねえぞ、みたいな、もう、雲。うん。俺絶対どかねえぞ、お前。お前来るなら来いよ、みたいなさ。ドライバーかましてこい、お前、ほら、みたいな。うん。噛みつくぞ、みたいな雲がさ、いやーっていう。で、その雲の巣に絡まった羽虫たちね。もうこんななっちゃってる羽虫たちね、こんな。そう。もう、それが嫌で嫌でね。何度かまだほら先輩とかいるからさ、早くしろよって言われたらさ、はいってもうやるしかないから、やるんだけど、一回すげえだったのが、超広大な太陽光パネルの敷地があったんですよ。もう何区画かに分かれてて、多分もう本当に太陽光事業やってるのでしょうね。個人とかのね、お客さんがやってるんじゃなくて、多分企業的にやってるとこね。すげえ広大な区画なんだけど、それ、林の中にあるの。虫とかすごくて、しかもちなみになんか獣の糞とかもあって、大丈夫かここっていう、なんか熊とか来るんちゃうみたいなね。で、そこが、びっしり太陽光パネルがあって、で、例えば、太陽光パネルじゃあ、こういう区画があって、なんていうのかな、こう平面図で見ると、この辺のやつの機械を交換しなきゃいけません。ね。ここから入り口入ります。ね。まあもちろん、つったげていけば一番いいけど、太陽光パネルからつったげれないし、ね。周りを回っていけばいいんだけど、びっしりついてるとこって、柵がね、ギリギリにくっついてるとこなんですよ。で、そっからも搬入できないし、で、柵のね、横から上げちゃえばいいと思うけど、意外にね、すげえ丘みたいなとこついてるからですよ。で、それが一回あって、どうやってこれ持ってくのあそこまで機械っつって、いや、これ下から持ってくしかねえっつって、匍匐前進みたいにして、いや、匍匐前進はこれちょっと遠いし、時間かかるし、やばいなっつって、虫はすげえし、ね、ああいうこうね、林のこういうなんかね、その影になってるとこって、ほんと虫すげえんだから。だからその時、木のさ、台車があったから、それにもう背面、背中に台車敷いて機械抱いて、大脱走ですよ。映画で言うと大脱走みたいなトロッコみたいにしたらガシャ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 ってずっといたんだけど、仰向けになって進むわけですよね。こう、背中にこう台車かましてこうやってゴロ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 っていくから、もう真上がさ、太陽光パネルなんだけど、もう虫がめっちゃこう見てんの、こう。なんやお前みたいな感じで、もう虫がもう上から。ゴロ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 ですよね。もう、みんなもう、めっちゃ俺の方見てんの、みんな。ああ、よう、新入りみたいな、もう、刑務所に入ってきた新入り状態ですよね。よく海外映画とかである、うえい新入りが来たぞみたいな感じでさ、みんなもう見てんのよ、もう。めっちゃやだ、今思い出してめっちゃ寒いもん。寒いぼ。ね。鳥肌すごいよ、本当にあれ思い出しても。もうね、何ウォークもしてるうちにね、慣れてくるんですよね。本当にもう何往復、10往復、何十往復するから、もう、そこに行くために工具を運びに行って、戻って、機械を運びに行って、戻って、工具忘れたら戻って、車から今度なんかね、ブルーシート持っていたとかで、もうめっちゃ往復するからさ、もう慣れてってさ、もう何回も目が合う虫とかね、あれさっきここにおったやついないやん、みたいな。移動してるやんけ、みたいなさ。本当に俺はもう上手だったね。もう、二度と太陽光パネルの仕事しねえ、俺は。もう本当に虫が嫌だから。そう。はい、そうね。で、虫関係なんですけど、この蚊がね、ほんとに厄介。他の虫って、さほどね、気持ち悪いぐらいだから、害はないんだけど、蜂と蚊とかね、かゆい系の虫はね、ほんとに嫌だね。ほんとに嫌だ、かゆい系の虫。蚊はね、大量発生してるところね、ほんとすごいんですよ。一回ね、この辺に、機械があって、そこの機械をね、ちょっといろいろいじくる仕事があって、まあ普通の一般宅だったんですけど、一般宅と一般宅の間みたいなさ、細い人が一人ギリギリ通れるとかあるじゃん。そこに植木がいっぱい生えてたんですよ。植え込みとかもう。で、そこの植え込みに、もう、うずくまられちゃう、なんだろう、植え込みの中にある機械みたいな。それのなんか中をちょっと交換しなきゃいけない作業があって、もう、やばいの、蚊が。なんか、なんつうの何状態っていうのもう、あれだよね、本当に。夏の海水浴場みたいな状態になってるの、もう芋洗い状態。蚊で。もう、ブワーンっつって、なんやねんこれーって、でもしょうがない、交換するしかないから、もう夏の真夏だったんだけど、もう、カッパを着込んで、俺のカッパさ、こう、サンバイザーみたいになって、ね、いいやつだから、で、ここもこう、ここぐらいまで全部ギーッと上げられたから、もうそういう風に全部覆って、もうくそ暑いのにもうサウナスーツですよね、真夏の。でも蚊に刺されるよりがいいから、もうマスクして、もう顔の目、ここだけ出して、本当に。で常に動きながらこうやって。もうほんと最悪だったよ、あれは。でそういうとこでもね、やっぱやんなきゃいけないっていうのはね、ほんとやつよね。猫の糞があったりね。うん。嫌だったね、それは本当に。蜂の巣があったとこもあったね、山で。うん。最悪だったよ、本当に。うん。はい。ちょっと長くなっちゃったな。そんなもん今かな。ちょっといろいろまあ他にもあるんだけど、まあ他にまたできたらやろうかな。ちょっと長すぎるね、さすがに動画。ほとんど虫の話で終わっちゃったけども。うん。今消してます。はい。ね。よし。はい。こんな感じですね。まあ、やるとこばっかあげたけど、楽しいんだよ、結構。そのイレギュラー対応するのがね、今日はどんなとこかな、明日どんなとこかなっていう、ワクワクではないんだけど、まあ、いつも毎日同じね、流れ作業、ライン作業とかやってるよりかは、俺は楽しかったな。時間経つのも早いしね。うん。で、太んないしね。めっちゃ動くから。うん。まあ、そういう楽しさはありましたね。はい。まあまあ、結構、悪いもんじゃないですよ。うん、結構こうやって笑い話もできるしね。あの現場こうでさとか、この現場こうでさってね。大体同系統の人たち飲み行くとね、その現場の話だけでも一日終わっちゃいますから。うん、ね、結構楽しいですよ、本当に。うん。はい。そんな感じです。お別れの挨拶考えようかな。今アドリブで。さよなら。